ガイ・ウィリアム・ロジャース・ジュニアはアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の元プロバスケットボール選手。身長183センチメートル、体重84キログラム。ポジションはポイントガード。NBA のフィラデルフィア、サンフランシスコ・ウォリアーズでキャリアの大半を過ごし、アシストを2度獲得した。テンプル大学時代に2度のオールアメリカに選ばれたロジャーズは 1958年の NBA ドラフトでフィラデルフィア・ウォリアーズから地域指名を受けて NBA 入りしルーキーイヤーからチームの司令塔としてプレーしこのシーズンは10.7得点5.8アシストを記録した2年目の1959から60シーズンにはウィルト・チェンバレンが加入リーグ史上でも1-2を争う得点能力を持つチェンバレンをフィニッシャーに迎えた ロジャーズのアシスト数は飛躍的に伸び、このシーズンは7.1、翌シーズンは8.7アシストを記録する。チームもインストを代表する強豪チームとなったが、プレーオフでは宿敵ボストンセルティックスの前に涙を飲むシーズンが続いた。さらにセルティックスにはボブクージーが所属しており、ロジャーズはアシストをレースでクージーにあと一歩及ばず、 マイシーズンアシストをランキング2位の成績に終わっていた。ウォリアーズがフィラデルフィアからサンフランシスコに拠点を移した1962から63シーズン、ロジャーズは13.9得点10.4アシストと初めてアシストアベレージが2桁を突破し、通算825アシストはリーグ1位となり、ようやくクージーを抑えて初のアシスト王に輝いた。 またこのシーズンの3月14日に行われたセントルイスホークス戦では当時クージーが保持していた NBA の一試合最多アシスト数に並ぶ28アシストを記録した。しかし1963年にはオスカー・ロバートソンが登場し、今度はアシストをレースでロバートソンの後陣を敗するようになった。1964年にチェンバレンがオーリアーズを去り、チームは ディック・バリー、ネート・サーモンドラ若手選手中心にシフトしたため、ロジャーズは1965から66シーズンに、キャリアハイとなる18.6得点10.7、アシストを記録しながらも8シーズン過ごしたウォリアーズから、去ることになった。1966年のエクスパンションにより、ロジャーズは、エクスパンションドラフトにかけられ、新しく誕生した、シカゴ・ブルズに移籍することになった。 新規チームでは唯一30歳を超すベテラン選手だったロジャースはチームを牽引する中心選手として活躍し18.0得点11.2アシストを記録してロバートソンを抑えて2度目のアシスト王に輝いたシーズン通算908アシストは当時の NBA の新記録でありまたブルーズのフランチャイズ記録として2008年現在も破られていないチームも 総部一年目にしてプレーオフに進出し、ロジャースは新天地で高スタートを切ったかに見えたが、翌シーズンには開幕4試合でロバートソンが所属するシンシナティロイヤルズにトレードされた。ロイヤルズにはロバートソンがいるため同じポジションのロジャースには出場時間が割かれず、このシーズンはキャリア最低の5.1得点4.8アシストに終わった。 オフにはロイヤルズを去り、ミルウォーキーバックスに移籍。ここでロジャースはキャリアを復活させたが、バックスでの2年目となる1968から69シーズンに34歳となったロジャースは、このシーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は12シーズン892試合の出場で1415得点6917アシスト。 平均11.7得点7.8アシストだった。basketball-reference.com ありがとうございます。